では、Excel、基礎講座の最後3回目を進めていきますではこのデスクトップに保存した売上表の Excel ファイルを起動してください。はいでは、今回はグラフを作成するんですが、その前に、この売上表のこの H 列のところにですね、あの合計を入れたいと思います。では、合計欄を一緒に作っていきましょう。 では、H の3のセルをクリックして選択をします。そして、ここは全角で合計と入力をしてください。で、Enter ーキーを押すと。はい、で,では、今度はこの H の4のセルに4月の売上から9月の売上までの合計を入れましょう。合計は簡単に入れられます。で、何かの数式を入れるときは、この数式タブをクリックするとここに数式に関する ボタンがいいっぱいあるんですねでこのオートサムというボタンの右の下矢印を押してくださいそして合計をクリックしてください、はい、そうするとこのように4月から9月の売り上げを合計しますかということで Excel が範囲を提案してくれるんですね、はい、でこの範囲が正しいのでそのまま Enter キーを押しますそうすると4月の売上から9月の売り上げを合計する値が返りましたであとはこの H の4のセルを選択をしこの2100万のセルの右下にマウスのカーソルを合わせて黒い十字になったらこのままグーッと引っ張ります、はい、そして粗利益の合計である H の6まで引っ張ったらマウスを離してくださいはい。そうすると原価の合計それから粗利益の合計を瞬時に出すことができますはい。では試しにこの粗利益の合計の数式を確認してみましょうでは、 A1 の6のセルを選択し、はい、セルの中を編集できる F2 のキーをポンと押してくださいそうするとセルの中を編集できますつまりは中に入っている数式を確認できるんですがここの数式はこのようになっていますイコールサムカッコ B6 から G6 カッコ閉じるとでサムというのはこれ合計っていう意味なんですけれどもなんでこんな数式が入っているかというと先ほどオートサムのボタンを押したからなんですね オートサムはオートが自動サムが合計なので自動的に合計できるボタンだったんですねでこれを押したんで合計ができるとでどこからどこまでを合計しているかというとこの B6 から G6 ですつまりこの青く囲まれている範囲を合計してくれてるんですねでこれはなんでここの範囲を合計しているかというとこのもともとはこの2100万が入っているセル、はい、このセルがこの4月の売上から9月の売上 合計ししててたわけなんですがこの値を返いる2100万のセルから1個2個下にオートフィルしたんですねですから参照しているセル範囲も1個2個下にずれてくれたんですねですからわざわざ粗利益の合計を求め直さなくてもよいわけですねこれがオートフィルの醍醐味エクセルの醍醐味なんですねはいでは今このセルの中を編集している状態から逃げましょう 逃げるにはキーボードの左上の ESC と書かれてあるエスケープキーをポンと押してください。はい。では、最後、ここ。えー、利益率のこの合計のところなんですが、これは、この合計欄の粗利益を売上で割ればいいですね。では、計算式を入れましょう。計算式は半角にしないといけないので、半角にして、そして半角のイコールマークを入れます。はい。そして、この 1 4 7 0万のセルを選択しそして割り算マークはひらがなの目のキーをポンと押すと、はい、そして今度は売り上げの2100万円のセルを選択しエンターキーで確定、はい、であとはこの A1 の3から A1 の7までセル範囲を選択をしそしてホームタブをクリックしここの罫線のボタンの右の下矢印を押して更新をクリック、はい、これで完了ですねでは 表を完成させたら今度はこの表に関するグラフを作成しましょう。はい。で、グラフの作成は3ステップで行うことができます。まずステップ1は範囲を選択することです。そしてステップ2はざっくりグラフを作ってしまうことです。そしてステップ3はグラフをきれいに整えることです。はい。この3ステップでいきます。ではまず範囲を選択しましょう。で今回は 4月から9月の売上原価あら利益の推移を表したいので、この A3 のセルから G6 のセルまで範囲を引っ張ってください。はい。これでステップ1は完了です。次にステップ2。ざっくりグラフを作りましょう。どうすればいいかというと、挿入タブをクリックし、はい。そして、ここの縦棒グラフの挿入、こちらをクリックしてください。 そして今回はこの 3D 縦棒の中にあるこの 3D 集合縦棒こちらを選びますで完成図を見ると棒グラフは丸いんですが丸いグラフは Excel2013 にはないんですねですからこの 3D 集合縦棒でいいですこちらをクリックしてこの四角い 3D の縦棒を入れてください そうすると、ざっくりグラフを作ることができます。これでステップ2が完了です。そして最後にステップ3、グラフをきれいにしていきましょう。ではまず、このグラフ、値がいくつなのか全然わからないですよね。ですから、値を入れます。まずは、この棒グラフの下にですね、売上原価、あら利益の値を全部テーブルとして入れます。どうすればいいかというと、グラフを作ると、このプラスのマークがあるんですね。これ、グラフ要素。 とと書いてあるこころなんですすがこちらをククリックします、はい、データテーブルというところにチェックをつけてくださいそうするとこのようなテーブル上のデータを入れることができます、はい、そして次にこの売上のグラフここだけ値を入れたいですどうすればいいかというとこの売上のこのグラフをクリックしますそうすると4月から9月までのこの売上のグラフだけが選択されるようになりました そして、このデータラベル、こちらをクリックします。そうすると、この売上げの値だけが入るようになります。はい。では続けて、この売上げ原価あら利益がこの色だよと表しているところ、これ、判例と呼ぶんですが、この判例の位置を右にずらしたいですね。どうすればいいかというと、この プラスのグラフ要素のところの判例と書いてあるところ、今チェックが入ってますが、ここの右の矢印をクリックします。そうすると判例をどこに配置するか選べるようになるんですね。ここ右をクリックしてください。そうすると判例が右に移ります。はい。次に、これ、縦軸と横軸が何を表しているのかわからないですよね。はい。で、これを分かるようにするために、同じくプラスマークのところのこの軸ラベル、 こちらにチェックを入れてください。そうすると、この軸ラベルが入ります。はい、では、この横軸の軸ラベルを一度クリックしてください。そうすると、軸ラベルが選択されます。で、このもう一回軸ラベルの文字をクリック。そうすると、中で点滅します。この文字を別のものに変えましょう。では、まず文字を選択します。文字を一気に全部選択するには、キーボード操作でできます。キーボードの左下のコントロールキーを押しながら、 A のキーをポンと押してください。これ左手の片手でできます。左手の親指でコントロールキーを押しながら、左手の人差し指で A のキーを押せます。はい。で、そうすると文字を全部選択できるんですね。コントロール A の A は、オールの頭文字です。すべてという意味のオールの頭文字ですね。はい。そして、カクキーと全角で入れて、スペースキーで変換。で、エンターキーで入力確定してください。はい。で、余白をクリックすると、本当に確定できます。 はい、では、今度は縦軸の軸ラベルをクリック。はい、で、もう一回クリックしないと中に入らないんですね。で、中で点滅したら Ctrl A。これ、左手の片手で行ってください。はい。そして全部選択できたら、金額と入力をしてください。で、スペースキーで変換、Enter ーキーで確定。で、余白をクリックして確定です。ただ、これ、金額ですけども、えー、これ、横に傾いてますよね。ですから、ここを縦に金額と。 すするようにしたいで,すでどうすればいいかというとこの縦軸の軸ラベルを1回クリックしてそしてこのままですねこの金額という文字の上で右クリックをしてください、はい、そして軸ラベルの書式設定というのがあるんですねこちらをクリックしてください、はい、そうすると右側に軸ラベルの書式設定という画面が出てきますそうなんですここでこの軸ラベルに関してさらなる詳細な設定ができるんですね はい、で今タイトルのオプションが選択されていますが隣の文字のオプションをクリックしてくださいそしてこの3つ並ぶアイコンのテキストボックスこちらをクリックしてください、はい、で文字列の方向というところがあってここのボックスの右の下矢印を押してです、ねはい、でここで縦書き、括弧、半角文字含むこちらをクリックしてくださいそうするとこのように修正することができますで この詳細設定はもう不要だと思ったら、この詳細設定の画面の閉じるボタンを押してください。でさらなるこの右上にある閉じるボタンを押しちゃうと、これ Excel 全体が閉じられちゃいますから、ここではないです。ここの×ボタンを押してください。はい。では次に、このグラフの色を変更しましょう。まず、この売上のグラフをクリックします。そうすると、4月から9月までの売上のグラフだけが選択されますね。 はい、そしてこのグラフの上で右クリックしてください、はい、そうするとここに塗りつぶしっていうボタンが出てくるんですねでこの右の下矢印を押しそして色を決めますではここでは標準の色の中の青を選んでください、はい、で同様にこの原価のですねこれどこでもいいんですけど原価のグラフをクリックそうすると4月から9月までの原価のグラフだけが選択されますそしてこの原価のグラフの上で右クリック そうすると、またこの塗りつぶしというのが出てきます。このボタンの右の下矢印を押し、ここでは赤を選んでください。そうですね。あんまりこの鮮明な赤だと目が痛いので、この濃い赤でいいです。濃い赤をクリックしてください。はい。で、最後、この、粗利益の棒グラフをクリックします。そうすると、4月から9月までの粗利益の棒グラフだけが選択されます。で、どこでもいいんですが、粗利益の棒グラフの上で右クリック。 でまた塗りつぶしのボタンの右の下矢印を押して、ここで、この薄い緑を選んでください。はい。でそうすると、このグラフの色を変えることができます。で、あとはこのグラフタイトルを入れて終わりですね。このグラフタイトルをクリック。はい。で、もう一回クリックすると中に入ります。で、Ctrl A で文字を全部選択。そして、売上表と全角で入力をしましょう。売上表。で、スペースキーで変換、Enter キーで確定。 はいで一度この余白をクリックしてもう一度この売上表をクリックするそうすると、まあ、中で点滅してないので文字の編集ではないんですが売上表というこの場所全体が選択されていますはいそしてこの売上表という文字の色を変更していきますどうすればいいかというとこのタイトルバーの上にグラフツールというのがあってその下の書式のタブをクリックします そうすると、クイックスタイルというところがあって、こちらをクリックします。そうすると、このように素早くスタイル、つまり書式を適用できるこのボタンがあるんですね。では、今回はこの塗りつぶし加工グラデーションゴールドって書いてあるところをクリックします。でもし同じ書式がなかったとしても、どれか選んでください。別にここは何かにしなきゃいけないとこだわっているわけではないです。 そして、あとは輪郭を出すために、例えば同じグラフツールの書式のタブの、この文字の効果のボタンの右の下矢印を押し、影をクリックして、例えばこの外側のところのオフセットかっこ斜め右下をクリックしてください。そうすると、このように斜め右下に影が入るわけですね。そして輪郭が浮き出てきました。そして、ホームタブのこの U、下線を敷いてください。 はいでこれで装飾は完了ですでこれがステップ3ですねであとはこのグラフを配置をしたりそれから大きさを変えたりしましょうでこのグラフですがこの白い余白のところこれグラフエリアって言うんですけれどもこのグラフエリアをクリックしながらぐーッと移動させてくださいそしてこの A 級のこのセルの左上の角っこにぴったりくっつけてくださいはいそして 今度はこのグラフを横長に広げます。このグラフの右の辺の真ん中にマウスを合わせて、そして左右の矢印になったらぐーっと引っ張ってください。そして H 列の右端にぴったり合わせるようにしてください。はい。これで完成です。では完成したら Ctrl S で上書き保存をしてください。そして上書き保存が完了したら右上の×ボタンを押して閉じてください。はい。 これで Excel 2013の無料講座は終了ですただ今回解説した操作は仕事で使えるレベルのほんの一部でしかないんですねまだまだこれだけじゃ当然足りませんでバリバリ仕事ができるレベルの2、30分の1ぐらいのスキルしかないんですねでもっともっと短時間で質の高い資料を作成できる Excel スキルそれからパソコン操作 WordPowerPoint のスキルがあるんですねですから これからもこの音速パソコン教室と一緒にです、ね、短時間で仕事に必要なパソコンスキルを高めていきましょう。どうぞよろししくお願いします。